やってますね。皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。5月27日に愛知県にあるスターフォレストみそのというですねところで開催された DSP というイベントに行ってきましたので、会場の様子をお届けしたいと思います。このイベントは撮影ではなくてですね、眼視っていうんですけど、その目で見ること、あとは最近流行っている電子観望というですね、撮影機器を使ってリアルタイムで星空を楽しむというスタイルの、見て星を楽しむことを存分に味わうことができる星祭りなんですね。以前はね、総防衛っていうイベント名でやってたんですよね。やっぱりね、コロナでしばらくやってなかったんですけど、今年は人数を制限して対策を行った上で開催となりました。私がここに来た理由はですね、ライブ配信のお手伝いでございまして、我らが天文リフレクションズ山口さんがですね、このイベントの PR を依頼されたそうで、そのライブ配信のサポート、撮影サポートですね、それからこうやってですね、動画でこのイベントのことを PR してほしいということで私来ました。私が今回お手伝いしたのはイベントの初日だけだったんですけども、イベント初日は晴れて、スターフォレストみそののですね、満天の星を満喫することができてめちゃめちゃ楽しかったです。皆さんもこの動画を見て来年ね、参加してくださると嬉しいなと思います。それでは会場の様子をお届けします。ライブ配信をする予定なんですね。9時から、観望エリアでライブ配信を、します。はい。で、成沢さんがカメラマンで、規定係になります。はい。で、もう、適宜に突撃と。あ、山口さんがいました。あ、はい、こんにちはっす。こんにちはっす。長すぎた。これ、30センチの望遠鏡のリフトアップ。30センチってこれですよね。あ、ボスケさんがいる、ボスケさん。ボスケさんと並ぶとね、この大きさがよくわかりますね。え、ボスケさん身長何センチですか？173。173。180以上あるってことこれ。そうですね。これがこっちにつくんですね。そうです。このクレーンで引き上げるんですね。すごい、そんなの初めて見るな。今回ボスケさんも来てるんですよ。ボスケさんもチーム天理で。よろしくお願いします。はい、よろしく。高見町以来で、そうですね、はい、楽しい夜になりそうです。これ30センチの屈折望遠鏡って、まあ、普通の人多分すごさは分かんないと思うんですけど、普通のね、こう屈折望遠鏡がこれなんか科学館とかにあるようなね、そういう望遠鏡が、まあ、屈折しやったとすると15センチとかですね、30はないよ。30はないですよね。なんかツイッターで外国の方がこうやってなんかすごいでっかい望遠鏡を担いでる画像見たことあるけど、そのレベルですよね。個人で所有してるレベルとしてはちょっと、うん、なんかありえない感じです。鉄眼部30キロこれですから。鉄眼部これですから。あのお花みたいな、ついに動きましたよ。楽しかったです。危ない危ない。はい、さっき引っ張ってます。もうちょっと上がってから、はい、わあ大変だなこれ。ちっちゃいけど記録してる。あ、このちっちゃいやつで。おお。すごい。おお。この1時間ぐらいですげえって何回言いましたかね、本当。我々。100回は間違いなく言ってる。100回は。すげえしか出てこないもんな、もう。お弁当です。あ、そうなんですか。唐揚げが多い。唐揚げが名物。このそ。そら豆が結構ツボですね。自分の線。よし、OK。よし、OK。こう。さ、タイムラプスです。今日は眼視観望イベントなので、みんなに迷惑がかかんないように、ここにモニターフードをつけて、ここに蛍光テープつけて、蛍光のゴムかな？で、これで、光るようにしてます。大丈夫かな？
晴れたからね、もう盛り上がってますよ、みんな。めっちゃ見てますよ。実際、これ今ちょっと明るく撮ってるんですけど、実際に見る方は多分ね、こんな感じかな。実際の会場の見え方はこんな感じですね。あの筒みたいな天体望遠鏡あったじゃないですか。あれがドブソニアンって言って、あの眼視観望イベント、こういう目で楽しむ、天体望遠鏡で楽しむっていうイベントでは、まあ、目玉、星祭りでは目玉ですかね。あの市販品使ってる方もいるんですけど、結構あの自作して自分で組み立てたりしてる方も多くて、でみんなそれぞれのこう、自慢の機材を持ち寄ってるような感じですかね。でその今ね、なんかプーンとか音鳴ってるのが、これ四五線って言うんですけど、そのこう真上を、その四五線を星が何か通るたびにその音が鳴るっていう仕組みらしいですね。またなんか音鳴るかな、ドゥーンって。シリウスとか通ると結構音がでかいって言ってましたね。あ、そう、これプーンってですね。あ、天狗さんが呼んでる。はい、行きます。天狗さんに呼ばれました。もう行かなきゃ。あの赤いのはテニスさんですね。あ、アデフさん。はい。あ、マスコ先生。ライサーさんの持っていた機材が、はい、これなんですけど、はい。あ、それを持って、そうですね。わかりました。すごい。基本的にもう ISO だけ上げれば、うん、変えれば、はい、いけると思うんですけど。わかりました。マニュアルになってる。すごい。おうちょちょちょ。なので、あんまり離れられないっていう、このとても厳しいオペレーションが要求されるという。面白いですね。音声入ってます？あ、入ってる入ってる。聞こえます、聞こえますね。なので注意しないといけないのは、このケーブルが実は意外と短くてもっと長ければよかったなっていう。はい、わかりました。どうしたらいいかな。まあ、頑張りましょうか。はい、OK です。はい。じゃあ今日はこれでですね、あの天竜さんのライブ配信を、カメラ撮影担当で行くことになりましたので、頑張りたいと思います。天文 YouTuber の、コスケです。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。いつもお茶ぶりですね。こんばんは、あなたの巻いてる電気 TV のモスケです。イエーイ、モスケさんです、はい、よろしくお願いします。やりたい。じゃあ、ニオさんお願いします。こんばんは、あんたの私のニオです。よろしく。みんな、はい、そして成沢です。はい、よろしくお願いします。これはね、M13。 あ、そうですね、合ってますか。そうです、クリオネみたいに見えますね。ここはなんか透明感のある感じで、なんか向こう側をこう透ける感じで。おー、ちなみにイカリングには見えますか。イカリングにも見えますね。あ、ほら、もうイカリングにしか見えないじゃん。フリオネって言ったのに。見え方ってあまりにもこのアイピースの視野が広すぎて、ちょっとなんか酔うぐらいで、うわすごい、どこにいるみたいな感じで、今ちょっと振り回してる最中に今声かけられた感じです。そんな感じのことしてました。これ、両目なんですね。あ、双眼装置。これ、双眼がね、なんかね、双眼で見るとね、頭の中に広がってるみたいな感じ。そう、私もさっきね、ちょっと酔いながら、そうですね、すごいって言って酔いながら探してました。見てる感は、なんかこう、包まれる感じしますね、双眼だと。おー、なんか丹羽さん、すごい、今日一番まとまりコメントだった、今。今までどうしてコメントしてたの。まあまあ、どうでもいいコメントしてた。ちょっと編集長のとこ行って、3人に1回締めます。反省会。はい、というわけで、スターフォレスト磯野からの星空観望ライブは、これにて一旦終了させていただきます。皆さん、お疲れ様でございました。というわけで、ライブ配信無事終了ということで。お疲れ様です。今後までできたいですよね。今後までできたいですね。うん、もう、ボスケさんのトークも軽快で。軽快で。じゃあ、
3人でしたっけね、いいですか。はい。なんか、ちょっとレア。じゃあ、皆さん、じゃあ、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。したっけ、したっけ、したっけー。